はい。それ、どこに出しても恥ずかしくないテラフォームコードになっているかというタイトルでお話をさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まずはじめに簡単に自己紹介をさせてください。私、Amazon Web Service Japan Professional Service 本部の吉田と言います。普段はアプリケーションデベロップメントコンサルタントというロールで働いておりまして、大好きな AWS サービスである AWS AppSync、あとは AWS Amplify ういったものを活用して、アプリケーションのモダナイズ、あとは 開発チームのアジャアイ,アアイル化を取り組む中で、インフラの高度化、あとは自動化というのは近年必須になってきているなと感じておりまして、今回の発表テーマであるテラフォームこちらも私は利用し続けて6年以上が経ちましたで。特に私は大規模なシステムですとか、あとは開発チームのスケーラビリティといったものを意識した自動化のナレッジが溜まってまいりましたので、この場を借りて一度共有させていただきたいなと思いました。それではよろしくお願いいたします。 本日のセッションですが、このような想定をしております。まず想定聴講者ですが、テラフォームでリソース配信をしたことがある方、特にチーム開発で苦々しい思いをされたことがある方、そして2点目、AWS のサービスを利用したことがあり、特にこちらの3つのサービス、AWS のサービスやリソースへのアクセスを安全に管理するための AWS IAM、フルマネージドなノーエースケールサービスである Amazon DynamoDB、そしてストレージサービスの Amazon S3, こちらは AWS 上でテラフォームを用いたチーム開発では必ず必要になってくるサービスとなります。以上のご経験がある方を前提としてお話を進めさせていただきたいと思います。そして本セッションで持ち帰っていただきたいこととして2点掲げています。本番環境においてテラフォームを活用したチーム開発の手法を学ぶ。そして実案件においてですね、テラフォームの実装パターン、かなりたくさんありますけども、特に本番環境において開発規模に応じた テラフォームの実装パターンの中から最適なものを選択することができるようになること、以上をご理解いただくことをゴー,ルとゴール設定とさせていただきたいと思います。また、本セッションのスコープ外の話として、テラフォームクラウド、あとはテラフォームエンタープライズ、エンブゼロなどのテラフォーム特化の CI ツールなどの話はいたしません。そして、最近かなり利用者も増えてきていることは存じているんですけども、テラグラントの話も一切いたしません。あくまでもその テラフォーム CLI の話が中心となります。外側の茶番を挟みます。ある日の父の会話ですね。最近何してるインフラのコード化とかのコーチングしてるよ。テラフォームが多いかな。なるほどな。テラフォームも一般利用可能になってバージョン1系になったし、最近勢いの波を感じるよな。そうだね。でも最近テラフォームファイルが増えすぎて不注意の事故を起こしちゃってさ。おお、それは大変だ。 ファイルが多すぎるなら、モジュー,モジュール化したらどうだモジュール化おお、さすがに公式のドキュメント読んでからやってるよな公式のドキュメントえー、っと、じゃあ実践テラフォームとか読んだのか実践テラフォームお、お前さ、それ、どこに出しても恥ずかしくないテラフォームコードになってるかはい、茶番でした。コンパイラがわかるコードっていうのは誰にでも書ける。 優れたプログラマーは人間にとって分かりやすすい行動を書くのですよ。これはあのリファクタリングっていう書籍の中で、マーティン・ファウラーが言っていた言葉なんですけれども、これはいわゆる性的片付けのプ,ラグラプログラミング言語とかの話だけじゃなくて、テラフォームでもこれはあの一緒ですね。人間にとって分かりやすい行動を書くためには、オブジェクト思考的な考え、それこそポリモフィズムですとか、あとはユニックスの考え方のように、スモール・イズ・ビューティフルみたいな。 かソフトウェア開発の知識はあるには越したことはないですね。で、テラフォームは難しいっていうイメージを持っている人っていると思うんですよね。でも、テラフォーム単体の知識ってそんなに必要ないですよ。だからむしろテラフォームプロバイダー、あとはまあプロバイダー、つまり AWS のサービスそのものですね、ここが非常に勉強することが多い。まあ、例えば ECS はテラフォームで作れますけど、 テラフォーム分かってれば、じゃあ ECS を完璧に作れるわけじゃないですよね。VPC とかサブネットとか、あとはタスク定義とか、AWS のサービスをちゃんと理解しないといけない。これが、あの、プロバイダーの理解の話。じゃあ、テラフォームで ECS を作るなら、タスク定義ってどうテラフォームで書けばいいんだっけみたいな。っていうのが、テラフォームプロバイダーの理解の話。個人的には、テラフォーム単体、テラフォームプロバイダー、 あとは AWS サービスへのある程度できるようになるまでに勉強した重さの比率って、1対3対6、もしくは1対2対7くらいな気がします。それくらいテラフォーム単体は軽いですね。何が言いたいかというと、テラフォーム詳しいよね。じゃあ、他クラウドもできるよね。っていうのは全くそうではないっていう話ですね。テラフォーム ×AWS の確かな経験を持っているっていうのは、もうそれだけで非常に価値がある。 あの皆さん、自信を持ってください。ここにあのマネージャーの方がいらっしゃるとして、ご自身のチームにテラフォーム得意な人がいたら、もう大事にしてあげてください。もう引く手はまたですので、給与アップした方がいいと思いますよ。あの、これ結構冗談っぽく聞こえるかもしれないんですが、給与の,の話は冗談ですけど、あの、私も前職でそうだったんですよね。テラフォームできる人って周りにゴロゴロいるので、まあ、いた、いたので、なんか、こんな,なんわけねえだろうみたいなことを思うかもしれないんですけど、 いざ、なんでしょう。いざ、クラウドプロバイダー側っていうんですかね、に来て、いろいろな方と話をしてみると、テラフォーム知ってる人ってそんなにいないですよ。あの、多分ここにいる人は、テラフォーム分かってる人が中心で来ていると思うので、あの、ま、皆さんは特別なんですよ。はい。テラフォームに黄金パターンみたいなものはないですね。あの、Ruby でいうところの Rails とか、a ジャイ e でいうところのスクラムみたいなパターンのようなものはないですね。 まあ、あ,るあるっちゃあるんですけど、なんか名前がないっていうのは正しいかもしれないですねあの。書籍やインターネット上には逆に膨大な情報があって、コミュニティも活発なんですよ。で逆に AWS 以外の情報もたくさんあるので、テラフォームかける a w s っていう、その限定した最新で安心できるような情報っていうのは、逆に見つけづらい、あ,のありすぎて本,本当か分からないっていう意味ですね。で情報が多すぎるっていうのは、こうやっておけば大丈夫みたいな、安心できるソースがちょっと見つけづらいんですよ。 つまり、さまざまな現場がテラフォームを利用していて、現場の数だけやり方がありますで。そのために、テラフォーム慣れしてる人だとしても、別の現場に行ってみると、な、な、なんでこうなってるんだみたいなあの、悲鳴を聞くことが多い気がします。あの私の観測範囲ですよ。というのも、その公式のドキュメントとか、実践テラフォームのようなものを熟読して、それを実践してる人っていうのは、意外に少ない気がします。 ということで、私が支援した様々な現場で見てきた、テラフォーム ×AWS のプラクティスっていうのをいくいくつか紹介していきたいと思います。で、今日のアジェンダはこちらになります。まず、テラフォームの概要ですね。あの、ここにいらっしゃる方はほとんどご存知の内容だと思います。で、ステート管理のベストプラクティスの話をする。で、オレンジの部分のところで、ここが本日のメイン。ファイル構成のプラクティス。これがもうちょっと重めの話なんですけど、 その前段に復習としてあのファイル構成の基本から押さえていきますので安心をしてください。で最後にまとめといった流れでいきたいですね。はい。じゃあまずちょっと簡単にですけど、テラフォームの概要から。テラフォームを端的に言うと、インフラを安全かつ効率的に管理するためのツールです。テラフォームは以下のような特徴を持っています。まず一つ目、宣言的です。これはどういうことかと言いますと、例えば VPC を AWS の CLI を使って作成するときって、AWS、 EC2 CreateVPC、EC クリエイトみたいなコマンドを使うことで、VPC を1つ作成することってできますよね。これを2回、全く同じコマンドを実行するとどうなると思いますかあの ?2 つ、全く同じ VPC ができるんですよ。対して、Terraform で作成する場合は、ネームタグを指定して、サイダーブロックを指定して、その VPC が1つ存在することみたいな宣言を Terraform フ,ファイルに記述します。 この記述後にテラフォームを何度実行しても指定した通りの VPC が一つ存在するだけなわけですよ。つまり、すでにその VPC が存在する場合は、テラフォームは繰り返しリソースの作成をいたしませんと。まあ、インフラのコード化ってそういうもんですよね。はい、で2つ目は適用前。つまり、テラフォームアプライを実行する前にドライランこれから何が起きるのかっていうのを教えてくれます。この差分を検出することをドリフト検出って言うんですけど、ドリフト検出の精度が非常に高いのがテラフォームの特徴です。 3つ目、依存関係をある程度は自動で判断して解決してくれます。4つ目、AWS の CDK、あとはクラウドフォーメーションのお友達です。あの、それらとの違いを質問されることってすごい多いんですけど、すいません。本日はこの違いについては触れませんと。で、HCL で記述されます。ハッシュコープコンフィグレーションランゲージですね。次のスライドで HCL の基本についてちょっと簡単に説明をしようと思います。こちらが HCL のコード例ですね。 1>, 1行目から3行目がプロバイダー、他クラウドや GitHub などさまざまなものから選択できますけれども、今回は AWS プロバイダー前提でお話をしますあの。私はリージョン情報だけ書くことが多いんですけど、アクセスキーなどの認証情報、あと、アシュームロール先のリソースネームなどを記載することもできます。あの先ほどのセッションでタグの話がありましたけど、すみません、書いてなかったですね。デフォルトタグズもここで書くことができます。 あのできるできないでは、環境変数などを利用することによって、このプロバイダーのリージョンとか認証情報っていうのは省略することもできます。5行目から8行目が変数の定義。あのローカル変数はローカル図、入力変数はバリアブルといったものを利用します。テラフォームモジュールを利用している場合は、モジュールに対して値を渡すときに使うのがバリアブル。環境変数そのものはローカル値を利用するみたいな、使い分けをするといいかなと思います。 10行目から15行目は既存の AWS リソースを参照するときの記法です。この場合はサイダーブロックが10.0.0.0すら16、あとはネームタグがほげっていう VPC を参照する書き方になります。17行目から21行目が実際に AWS リソースを作成するときの書き方になります。この場合は10行目で参照した VPC の中にサブネットを1つ作成するというコードになります。他にも様々な書き方、あとはファイルの分割方法やディレクトリ構成、 そういったものがあって、これこそが、まさに決まりきった型がないと言っていたテラフォームを難しくしているものの一つだと私は思います。で、よく利用するテラフォームコマンドランキングです。あの、スライドは別で公開しますので気になる方はチェックしてみてください。1位から10位までは結構頻繁に使えます。ただ、まあ、1位から3位までが特に圧倒的に使う気がします。ただ、1位のテラフォーム FMT は、あの、エディターが自動でやるので、私の場合は、 明示的に打つコマンドは2位と3位が圧倒的に多いかなと思います。4位のアプライっていうのは基本的に CA にやってもらう部分ですので利用頻度はまあ4位以下は下がってくるかなっていう印象があります。で、テラフォームは何をテラフォームで作成したのかっていう情報をステートファイルっていうものに残します。で、このちょっとステートファイルに残すときのデータの流れというものをちょっと見ていきたいんですけど、すいません、えっと、1番ですね。まず、 今回は a p i g a t e y l a m d y n a m o d b というものをテラフォームで作成する場合のデータの流れを見ていきましょう。main.tf というファイルに書きます。テラフォームアプライコマンドを実行します。本当はテラフォーム init というコマンドが先なんですけど、わかりやすくするためにあえて省略しています。でまず、ステートファイルの中身を読みます。これによって、事前に作成済みのリソースがあるかの判断に利用します。で今回はあの初回実行なので、ステートファイルは存在しません。ステートファイルが存在しなかった なので、テラフォームはリソースの新規作成を行います。API ゲートウェイラムダ、あとはダイナモデビが作成されました。最後に作成した情報をステートファイルに保存します。ステートファイルには、あの ARN、あとはまあ例えば ECS とかを作るときはあるアスク定義のリビジョンなどのリソースの共有リソース固有の情報も記載される非常に大事なファイルになってきます。でこのステートファイルの管理方法っていうのがテラフォームを扱っていく上で非常に大切になってきます。 ステートファイルを制するものがテラフォームを制すると言っても過言ではありません。そんなステートファイルの管理方法についてベストプラクティスを3つほど紹介していきたいと思います。1番、まあこれ当たり前の内容です。ステートファイルは必ずリモート管理。2番、ステートファイルは必ずロック。3番、ステートファイルは最低でも環境ごとに分けましょう。もっと分けるべきですね。じゃあ1番から見ていきたいと思います。ステートファイルは明示的に保存場所をしてしない場合、 ローカルステート扱いとなって、カレントディレクトリに保存されます。つまり、左の絵がローカルステート。何も指定しないってことですね。そうじゃなくて、右側のように、ステートファイルは必ずリモートで管理をしましょう。チーム開発ではって書いてあるんですけど、何かしらの CI ツールで自動化している場合は、一人で開発していたとしてもリモートで管理しないと成り立たないです。リモート管理といっても、これは Git とかで管理するものじゃないですね。Git で管理しようとすると、自動化の仕組みの中で実行するときに最後に、 Git にコミットしてプッシュするみたいな、そういう必要が出てきますよね。でそれが Git を、まあ、例えば GitHub とかで、ファーストフォワードになるとは限らないですよね。何よりも、ステートのロックができないので、ダメですね。あの、ロックとは何かっていうのを次のスライドで話します。AWS では、ステートファイルは S3 に保存するのが一般的です。S3 では以下の設定を必ず行いましょう。バージョニング。これは何かで誤って、手動で触って壊してしまったりなど、もしも時ときのダメですね。あと、暗号化。 システムによってはセンシティブな情報を入れざるを得ない場合に備えるとか、まあとからやるのじゃなくて最初に設定しておきましょうと。そして S3 のパブリックアクセス設定が誤って公開されないようにブロック設定というのを事前に必ず入れてください。で一番大事なことなんですけど、ステートファイルを配置する S3 バケット自体を同一のテラフォームで作成しちゃいけません。すべてを行動化するにあたって、鶏と卵のような問題なんですけど、 例えば、誤って S3 バケットのアクセス制限をこのの同一テラフォームでいじってしまったときに、もうそのテラフォームからバケット参照できなくなると、いわゆるデッドロックみたいな状態になっちゃうんですよね。なので、まあ、やめましょうと。ちょっとプラクティス1とか言っておきながら、ちょっと1の中がモリモリだったかもしれないんですけど、これが1個目のプラクティスです。はい、2個目。2個目は、ステートのロックですね。ステートファイルは S3 に置きますが、 これだけですと、チームメンバー、あとは CI などで同時にテラフォームアプライやインポートなどを実行した際に、予期せぬリソースの削除、あとは矛盾したステートファイルになってしまうという可能性があります。これを防ぐためには、S3 でステートファイルを管理しながら、DynamoDB を合わせて利用することで、同時に実行を制御することができます。これによって、ステートのズレあとは予期せぬリソース削除というのを未然に防ぐことができます。このステートロックの設定方法については、次のスライドで説明します。 で上がステートロックなし、下がステートロックありの書き方ですね。下は DynamoDB のテーブル名を記述しているだけなので、差分としては1行追加しただけです。あのテラフォーム FMT が自動でかかってしまってうんですよね、私の場合は。で、イコールの場所のインデントがずれているので、ちょっと差分あるように見えるんですけど、機能的な差分はオレンジの線の箇所のみです。ステートロックは必ずしもやらないとだめじゃないんですけど、ロックしないと、ロックしない場合、いくつか注意点があります。 ステートロックしない場合は、個人開発、あとは POC などの本番環境ではあまり利用しないほうがいいですね。もしも本番環境で利用する場合は、CI ツールからのみ実行、あとは、まあ、かつ CI サーバーが並列でジョブが起動しないようにするなどの制御が必要になってきます。そうじゃないと、予期せぬリソース削除が発生する可能性というのが出てきます。ただ、あえてリスクを受け入れた上でステートロックをしていないという現場も、実際に私は見たことがあります。 ただまあ、これからやる上では、私はあんまりお勧めはしたくないかなと思います。続いて、ステートロックありの場合ですね。上に書いてあることの裏返しです。チーム開発、あとは本番環境向けの、あの内容ですね。で、いいことばかりじゃなくてですね、ロックされると、テラフォームのよく使うコマンドである、イニットプラン、アプライ、インポートなど、ほとんどのコマンドが同時実行ができなくなります。まあ、つまり、他の人がテラフォームプランしている間は、自分もテラフォームプランができない。 といった問題が出てきます。結果として、開発速度は落ちたかのように感じるかもしれません。実際には開発速度落ちないですよ。落ちてるように感じるだけですね。というのも、これで誤ったリソース削除などの事故が発生すると、そのリカバリーで結果的に時間をロスしますよね。あの、アジャイルの方の中で、エクストリームプログラミングという手法があるんですけど、XP ですね。その中であの、プラクティスにベイビーステップというものがあります。 赤ちゃんのようによちよち進みましょうねっていう意味なんですけど、一気に前に進もうとすると、事故が発生したり、周りの人と認識がずれたまま進んで、それで結果的にあの開発したものが無駄になったりとか、ゆっくりでも着実に前に進み続けるっていう、それが一番早いんですよと。もしも本当に開発速度が落ちてるんだとしたら、それはステートの分割流動が正しくないっていう可能性があります。ですので、次はステートファイルの分割について見ていきます。 で今回は開発環境、プレープロダクション環境、そして本番環境という3つのパターンに分けて考えてみます。ステートファイルは環境ごとに必ず分けましょう。むしろ環境ごとに AWS アカウントごと分けるといいですね。ステートファイル専用の AWS アカウントを作るというパターンもよく見ます。開発環境のステート RM したはずが、誤って本番環境で作業してしまいましたみたいなことから守りましょうと。で技術的な負債っていうのは、あの、地立もで増えていきますので、 テラフォームステート MV などを駆使して、リファクタリングは細かい単位で実行していきましょう。特定のリソースを別のステートに移したりとか、あとはリソースの管理名を変更するとか、可読性が高いコードになるようにしましょうとで。環境で分けるのは当然として、リリースサイクル、あとは組織の権限を意識したステートの分割っていうのも考えたほうがいいですねで。リリースサイクルでの分割については、あの後ほどファイル構成のところで少しだけ触れます。ということで、以上がステート管理のベストプラクティスとなります。 でここまでは基本的な内容だったんですけど、ここから話が少しずつ難しくなってきます。作るものを小さくして、できるだけわかりやすく解説するつもりなので、ちょっと集中してついてきていただけるとありがたいですで。本日のメインであるファイル構成について説明をしていきます。今回のファイル構成を説明するための仮想的なアプリがこちらです。下のアイコンを見た方がわかりやすいと思います。左からイベントブリッジ、クラウドウォッチイベントって言った方がわかりやすい方もいらっしゃるかもしれませんね。 こちらで1分ごとにラムダを呼び出します。続いてラムダ。ラムダは STD アウトに文字を出力するだけのもう何の意味もないラムダです。STD アウトに文字列を吐くと、それはクラウドウォッチログズに出力されます。ただ、ログ出力されるためには、ラムダの IAM ロールに権限が必要になってきます。なので、イベントブリッジ、ラムダ、IAM、あとはクラウドウォッチロググループを作成するといった流れになります。で、まずちょっとすいません。その前に前提条件から説明をさせてください。 実際の AWS リソースを作成する前に、Terraform のお作法として最低限必要になってくるファイルというものがありますので、それの説明をします。で今回はサンプルとして back、backend.tf provider.、provider.tf、version.tf という名前のファイル名にしています。実際は実行ディレクトリにあるすべての .tf が拡張子のファイル名を読んでくれますので、ファイル名はどんな名前でも問題はありません。そして今回は3つのファイルに分けているんですけど、 全ての記述を一つのファイルに記述しても挙動としては全く同じです。というのも、テラフォームはどんな名前だろうが、どんな順番で書こうが、テラフォームアプライを実行したときに、構文全体を解析して実行順序を計算します。なので、例えば VPC から先に作りたいからといって、VPC を上の方に書いて、下にサブネットを書くみたいなことをしても、それは実行順序とは全く関係がありません。今の例だと、 サブネットを作るときに VPC の ID というのを指定する必要があるので、その依存関係を Terraform がいい感じに解釈して、いい感じに作ってくれます。Terraform の構文的に依存関係がないんだけども、依存しているようなケース。作成順序を保証させたいみたいな、そういうときは d e p e n d z o n というものを使うと担保できます。それぞれのファイルの中身を簡単に説明するんですけど、backend.tf と provider.tf はあの先ほどの説明と重複するため簡単に話します。 backend.tf はートファイ5の保存方法を記載しています。provider.tf はテラフォームでリソースを作成したり、参照したりするリージョン、あとは認証情報などを記載します。今回の例ですと、一つしか書いてないんですけど、複数のリージョン、あとは認証情報をエイリアスとして設定することもできます。なので、まあ、書き方次第ですけど、一撃でマルチアカウント、あとは一撃でマルチリージョンみたいな、まあ、あの、 ものもデプロイはできます。で、最後にバージョン .tf。ちょっとここが重いので、ちょっと別ページにすればよかったなと今、今反省してるんですけど、こちらはテラフォームあとはプロバイダーのバージョンを固定させています。様々な人、あとはシステムがバラバラのテラフォームバージョンで実行するのを防ぐためにあります。まあ、前提として、テラフォームは最後に実行されたバージョン以上のテラフォームでしか動作しません。実行できないです。例えば、 CI サーバーが1系で動いているのに、誰かがバージョン2系で実行してしまうと、もう次からはみんな2以上じゃないとデプロイができなくなります。つまり、CI サーバー側のテラフォームバージョンを上げるような手術が必要になってきます。こういった事故を防ぐためにも、テラフォームのバージョンというのは固定させる必要があります。合わせて、プロバイダーのバージョンも固定する必要があります。こちらが AWS のリソース情報などが書いてある部分なので、例えば、開発と本番でずれたバージョンで、 テラフォームアプライすると、明示的に指定していないデフォルトのパラメータがこの異なる値になってデプロイされるという可能性もあります。なので、こちらも固定するようにしましょうと。書き方として、この例だとイコールを使ってますけど、大なりとか小なりとか、そういったものを利用することで細かいバージョンの指定もできます。あとは、ちなみにテラフォームイニットっていうのを実行したときに、t e r ム a f トロック o c k h c l というファイルが作成されます。こちらでも同様のことができるんですけど、 本番環境でこの仕組みだけでバージョンを担保してるっていう例は今のところ聞いたことがないのでちょっとここでは説明はしません。はい。前提条件の説明ができたので続いて AWS リソースを作ってみましょうと。まずはイベントブリッジですね。1分に1度ラムダを呼びます。このソースコードはイベント .tf っていうファイルに記述します。そして imRoll a を im.tf a っていうファイルに記述します。 クラウドウォッチログズに書き込むためのラムダの権限ですね。そしてラムダファンクションとパーミッションをラムダ .tf に書きますで。最後にクラウドウォッチログズのロググループ情報をクラウドウォッチロググループ .tf に書きますで。本題とずれるので、すみません。コードの掲載自体は省略させてくださいで。左のファイル一覧を見てみてください。一つのコンポーネントに対して一つずつファイルがありますよね。 これって、どんなコンポーネントがテラフォームで管理されているのかっていう、それだけで見ると、俯瞰しやすいですよね。じゃあ、サービスが大きく成長して、このまま成長を続けていくと、どうなるでしょうかはい、こうなります。繰り返しになりますけども、ここに全部載ってるっていうのは、俯瞰しやすい、見やすいですよね。はっきり言って。初めて見る人にとっても、グレップしたりとかしやすいんですよ。 ただ、本番環境にだけこのリソースが必要みたいなケースがつらくなります。まあ、例えば、SSL 証明書を本番環境だけはテラフォームじゃなくて手で作りたいとか、あとは本番環境だけは VPC ピアやら,やらないんだよみたいなことが出てくると、IF 文みたいなものを頑張らないといけなくなるんですよ、はい。環境変数は CI サーバー、あとはローカル環境でテラフォームプランするのにいくつかやり方があります。 例えば tfbars っていうファイルを環境分用意して、それをテラォンプランの引数として渡すなどですね。あるいは環境変数に全部セットするっていうことでも実現自体はできます。環境が一つならかん簡単、うん、簡単か、簡単なんですけど、複数の環境がある場合は、backend.tf っていうのを用意せずに、イニットの時にステートファイルの置き場所などの設定を、--backend-config っていうパラメータで解決する必要が出てきます。あとは、まあ、実際に見たことがあるのが、 シェルゲーでバックエンド .tf を置き換えるみたいなことをやってるのも見たことがあります。はい。わかりやすく呼び分けるために、このようなモノリシック気味なファイル構成のことを、この場では小規模パターンと呼ぶようにします。はい。ちょっとここまでがファイルの、ファイル構成の基本ですね。でここからは、よく現場で見るファイル構成のプラクティスを紹介していきます。これが本日は一番話したいメインの部分ですね。 でまずはあの冒頭で父との会話で出てきたテラフォームモジュールとは何なのかということから話していきたいと思います。ちょっと見づらいんですけど、左が今まで見あの説明してきたモノリシックな小規模パターン。右側がテラフォームモジュール化を行ったものですねで。先ほどまでのイベントブリッジなどのファイルをサンプルアップっていうディレクトリに入れて、基本となるバックエンド .tf、バージョン .tf、プロバイダー .tf などは いいうディレクトリで管理をしていますでこの演物っていうのが結構現場ごとで名前が異なるんですよ。実践テレフォームっていうあの書籍の中ではエンバイロメンツなのですが、私はちょっとタイプを防ぐために演物にしちゃってます。あとは、サービスっていうディレクトリに、ディレクトリ名にしている現場も見たことがあります。まあ、正直私は伝われば何でもいいんじゃないかなみたいなちょっと適当なことを思ったりするんですけど、あのサービスにしている人たちに聞いたことがあるんですよ。 なんでサービスなんですかって。そしたら、エンバイロメンツだと、直訳すると環境になってしまうと。で自分たちは GitHub のオーガナイゼーションとかもテレフォームで管理してるんだから、それは環境とはちょっと違うかなみたいな話が出ましたね。はい。余談でした。でモジュールの切り方は、こうすべきみたいなものはないです。AWS サービスごとで切ってる現場もありますし、今回のようにビヘイビア、つまり振る舞いですね。振る舞いでディレクトリを分けてるっていうところもあります。モジュールに対して、 必をパラメータとして渡すことができます。例えば、ラムダモジュールに対してセキュリティグループやサブネットの ID を渡すなどですね。あとはモジュールをネストさせるということも実はできます。例えば、ALB という親モジュールを作って、そこからそれぞれの子供の ALB モジュールを呼ぶみたいな感じですね。じゃあ、このテラフォームモジュールを使って複数環境、つまり開発環境と本番みたいなものを分けるには、 どういうういいファイル構成になるのかを見ていきましょうとこの右に出ているディレクトリ構造を中規模パターンと呼んでいくようにします。これは演武2の下に各環境ごとのディレクトリを作っています。すべての環境変数を各ディレクトリの local.tf に入れています。すべてと言いつつセキュアな情報は入れてはいけません。 もしも入れる場合は、CI サーバーなどから環境変数としてインジェクションする必要があります。なので、まあ、ローカルじゃなくてバリアブルでやる必要があるかなと思いますね。でもしも、テラフォームでセンシティブなデータを扱う場合は、センシティブイコール t r u e っていうフラグをつけることで、テラフォームプランやアプライの結果としては隠せます。ただ、ステートファイルには普通に値が入ってますので、そこは注意が必要になってきます。演スの下には、各環境のディレクトリがありまして、 その下にはそれぞれ main.tf っていうファイルがあります。モジュール呼び出し自体は main.tf から行いますし、モジュール間のデータの受け渡しっていうのも main.tf を経由して行います。続いて中規模パターンの特徴ですね。これは、演ブ数の下にある main.tf や v e r g o n t f など、ほぼ同じ内容のファイルが環境の数だけコピーされます。これが課題の一つですね。 また、モジュール化をするっていうことは、どういった単位でモジュールを作るのかっていうのを設計する必要が出てきます。で、これが中規模パターンにおける一番大きな課題なんですけど、モジュールの変更を行うと、それが全環境に影響が出てしまうんですよね。例えば、開発環境にタグを追加しないといけなくて、バリアブルを追加する。で他の環境ではまだその変更してなくて、そのモジュールが使えなくなってしまうみたいな。 この例の場合は、バリアブルのデフォルト値を利用することで何とかするっていう手はあるにはあるんですけど、モジュールを変更すると、直ちに何かしら影響が出てしまう可能性があるっていうのは、私が支援しているようなエンタープライズなお客様ですとよく問題になります。この問題を解決してくれるのが、次のページで紹介する大規模パターンの話になります。こちらが大規模パターンのディレクトリ構成になります。タイトルに書いてあります通り、 エンブスとモジュールで Git のリポジトリ自体を分けます。中規模パターンのときにソースコード例を貼ってなかったんですけど、あの上段が中規模パターンです。下段が今回ご紹介している大規模パターンになります。モジュールを呼び出すときに相対パスじゃなくて Git の URL でアクセスをしますで。大事になってくるのがオレンジの線が書かれているバージョン番号になります。エンブス側からモジュールのバージョン番号を指定して呼び出すことによって、 中規模パターンの課題として挙げた、モジュールの変更が全,全環境に影響を与えてしまう可能性があるって言っていた部分が解消されます。今回の例ですと、Git のタグで実装されていますが、Git のコミット ID とか、あとブランチ名を指定することもできます。で大規模パターンは、だから一見すると簡単に見えるかもしれないんですけど、正直かなり難しいです。これこそが、あのテラフォン ×AWS の経験が必要になってくるって言ってた部分ですね。 別のリポジトリになったことによって、モジュールの構成を変えるみたいな、リファクタリングが中規模パターンと比較すると、正直、士気が上がるんですよね。これはちょっと人によるかもしれないですけど。なので、ちょっとより慎重な設計が必要になってきます。また、別リポジトリを参照するモジュールの数が増えてくると、テラフォームイニットに多くの時間がかかるようになってきます。これが目安として、そうですね、1分以上かかるようであれば、ドットテラフォームディレクトリそのものをキャッシュするということを検討した方がいいです。 コードビルドからテラフォームを呼ぶのであれば S3 キャッシュの機能を使うことで簡単にキャッシュの実装が可能です。特定のモジュールを複数のチームが変更を加えるような、まあ、いわゆるファットなモジュールというのが出てくるとバージョン管理が複雑になってきますで。そのために次はモジュールの細分化、あとはエンブ物をもっと細かくするみたいなことを検討する必要が出てきます。でちょっとダーっと書き足になってしまったので、ちょっとパターン一覧のまとめをしていきます。 まず小規模パターンですね。環境が分かれない、大きくならないことがはっきりしているみたいな条件であれば、小規模パターンで始めてみてもいいと思いますで。続いて中規模パターン。将来的には大規模パターンになるかもしれないくらいであれば、まずはあの中規模パターンで始めてみて、後から大規模パターンに移っていくっていうのが、私はお勧めしています。あの全然ありです。そして大規模パターンですね。これは正直、一度でも中規模パターンを経験したことがあるチームだったら、 まずはやってみてもいいと思います。ただ、やるにしても中規模と大規模の間、つまり一部は相対パス、一部は別リポジション、構成から始めてみてもいいとも思います。で完全なる大規模パターンだとしても、まだまだあのデプロイが遅くなることっていうのはあるわけですよ。で今度はどう演物を分割していくかっていう、あの大規模を超える大々規模パターンみたいなものを検討する必要っていうのが出てきます。 でファイル構成のプラクティスのまとめですねあの。マーティン・ファウラーが言っていた人間にとってわかりやすいコードにするためには、テラフォームモジュールはスタンダードモジュールストラクチャーというドキュメントが公式で公開されていますので、これに従うべきでしょう。でプラクティスはたくさんあるんですけど、代表的なものを挙げていくと、ここに書いてある通り、モジュールの中には main.tf バリアブル .tf、アウトプット .tf っていうのからでもファイルを作成しておく必要があります。あとは細かいことですけども、バリアブルとアウトプットには説明を書きましょう。利用してない変数は消しましょうみたいな。などですね。こういったものは、実はテラフォーム FMT とかテラフォーム Validate っていうコマンドでは検知できないんですよ。なので、tfleet っていう OSS がありますので、こちらを利用すると、こういったものが検知できるようになるので、 個人的にはあの CI の中に絶対組み込むことをお勧めしています。で、m s の中は環境だけで分けず、環境と複数のコンポーネントで分けるようにしましょう。今回サンプルとして出したディレクトリ構成ですと、環境しか書いてなかったんですけど、コンポーネントは安定度、あとは依存度を考慮して作るといいです。安定度というのは変更する頻度と読み替えてください。依存度というのはどれくらい他のコンポーネントから参照されるのかと読み替えることができます。 そうしたときに、例えばネットワーク周り、VPC やサブネットとかですね。これは変更頻度が少なくて、かつ様々なものから参照されますよね。こういったものは、エンブスの中でディレクトリを分ける。あるいは、エンブスごとリポジトリを分けてしまってもいいぐらいですね。あとは、RDS や DynamoDB、あと S3 みたいな、ステートフルなものですね。これは誤って消されてしまうと本当に困るので、分けることをお勧めしています。テラフォームは自動化が必須です。 例えば、メインブランチ以外に Git プッシュしたら、テラフォンプランの結果が通知されるとか、フルリクが出たらとかでもいいですね。デプロイ。まあ、つまり、テラフォンのアプライ自体は GitLab Flow といって、ブランチ名で制御するのを個人的にはお勧めしています。例えば、開発環境のネットワークであれば、ディレクトリ名が演物の下の、えー、とデブネットワークみたいなで。ブランチ名がデブネットワークリリースにプッシュされたらデプロイするみたいな感じですかね。 これのいいところは、社内のリリース承認プロセスの中で、ネットワークに関しては、上質部門の本部長の方が承認するみたいなことをブランチ単位で変えることができるんですよね。例えば、GitHub であれば、マージする人をその本部長の方だけがマージボタンを押せるような制御をしたりとか、あとはコードパイプラインだと CI のパイプラインの中で承認ボタンを押すことができたりします。はい。まとめです。 これをご覧のマネージャーの方、同僚の方、あの、周りでテラフォーム人材を見つけたら、少しでも優しくしてあげてくださいで。制度管理、制度管理を制するものはテラフォームを制しますで。必ずリモート管理でロック。最低でも環境ごとに分ける。安定度、依存度の話もしましたね。もっと分けましょう。テラフォーム初めての方は中規模パターンから入るといいと思います。そこから必要になったら大規模パターンに移っていくようにしましょうと。 人間にとって分かりやすいコードっていうのを意識して作りましょう。分かりづらいなって思ったらすぐリファクターです。いつだって今からリファクターを始めるのが長期的に考えるともう一番早いですよ。で、モジュールの場合はスタンダードモジュールストラクチャーですね。こちらをまず読んでください。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。